はいどうもこんばんは、ヤスミーです。メリークリスマス。本日はですね、12月25日なんですけれども、マルコメくんにね、しっかりとサンタが訪れて、そしてこの撮影が終わって編集が終わったぐらいで、マルコメくんと2人でね、河原にでも行ってお肉でも食べようかっていう話をしております。で、今日はですね、マルコメくんとキャンプ行ったりとかした時に肉焼いて食べてたりとかする動画あったと思うんですけれども、その時に使っていたあの商品を紹介したいなと思います。それがですね、この商品です。じゃん、プロメテウス2という商品でございます。肉を焼いたりするね、プレートとかそういう話じゃないんですけど、やっぱ撮影する上で絶対必要なものが光なんですよね。で、アウトドア用のランタン結構持ってるんですけど、明るいものからちょっとおしゃれな雰囲気を醸し出してくれるやつとか、手元の照明みたいな感じでね、ちょこちょこ持ってるんですよ。で、その中でもかなりスペックの高い今日は商品をですね、紹介したいなと思います。ということで、今まで僕が持っていたのはこんな感じ。これね、多分 2,3,000円ぐらいで買えるようなやつなんですけど、明るいのは明るいんですよ。はい、これ200ルーメンぐらいで光ってくれるという、そういう感じのもので、これはこれでね、手元にポッて置いたりとか、ちょっとした間接照明的にね、置いとくのは全然いいんだけど、メインのランタンとしてはちょっと厳しいなというところで、もう一つが結構メイン的な感じで使ってるんですけど、これを僕これ取っちゃって、こう吊り下げてこんな感じでね、使ってると。これ結構明るいです。つけるとこんな感じ、3色あって、これがね、中間色かな、こんな感じでね、吊り下げてメインのランタンとして使ってると。で、これがね、確か1000か1200ぐらいだったと思います、ルーメン的には。で、最後にですね、結構気に入って使ってたんですけど、壊れた商品がありまして、それがですね、こちら、じゃん。これワックのですね、これもね、確か1200ルーメンぐらいだったと思うんですけど、このランタン、これね、落として取っ手の部分が壊れちゃったんですよ。ここ割れちゃってて、で、この正面のところもあんまりちょっと見えづらいと思うんですけど、ひびがいってたりとかするんですよね。で、今日紹介するランタンっていうのはものすごいタフなんですよ。なので、そのあたりちょっとですね、皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。では商品見ていきましょう。さあ、ということで商品開けていきます。これね、ハードケースに入っててすげー頑丈でいいんですよ。はい、これで開けます、せーの、じゃん、出ました。まず付属品としてはですね、このランタンフックですね、それから充電用のケーブル、マイクロ USB のケーブル載ってます。これがね、後からめちゃくちゃ便利になるんで、またご説明させていただきます。ほんで、これが本体、じゃん、どうですか、これごっついでしょ。はい、こんな感じのランタンでございます。これめちゃくちゃ強くって、一応対衝撃とかそういうのに強い素材でできていて、あとは防水防塵で IP54 ですね、それに対応してると。で、明るさも1500ルーメンなんですよ。で、光の色もですね、3色があって、白と中間色と黄色っぽい色。バッテリーの容量は 1500mAh なんで、かなり大容量で、一番小さい光でやると150時間ぐらいね、継続して光ってくれるというような商品でございます。で、どんぐらい強いかっていうとですね、普通に車で引かれてもへこたれないと、全然問題ないよっていう商品なのと、かなり熱にも強いので、ないとは思うんですけど、グリルの上でね、火で炙っても全然ね、溶けたりとかしないよっていうところです。あんまりしない方がいいですね。あとね、海水の時にぼちゃっとつけちゃうとちょっとまずいかもしれないんですけど、多少の雨とか多少水にピシャって浸かるぐらいとかだったら全然問題ないのかなっていうところで、明るさ自体も一番小さいのが50ルーメン、そっからマックスで1500ルーメンになります。じゃあちょっとね、外観をザラッと見ていきたいんですけれども、じゃあまず正面からこんな感じです。光る部分ですね。これね、ちょっと考えてくれてるなと思ったのが、アウトドアでこうランタンをこう使って、じゃあ置こうかなと思った時に、こんな感じで置くじゃないですか。で、その時にね、これがね、若干こう飛び出てるんですよね。なんで足になってくれてるので、こう地面にそのままバンって置いた時に、ここが傷つかないというかね、ここが汚れたりしないので使いやすいのかなって思う部分があります。あとはね、こういうタイプのランタンでよくありがちなのが、これがね、なかなか調節できないやつがあるんですよ。硬さが一定で、後からこう締めたりできないパターンがあるんですけど、これはしっかりギュッとこう締めて固定がしっかりできるんですよ。なので、そのあたりも使いやすいと。で、ここの裏の部分ちょっと気になるとこあると思うんですけど、これくるくる回せます。で、せーの、パカッと開けると、はい、こ
こんな感じでスイッチがありますね。でここが充電のポートですね。そこからこれがですね主電源になってまして、ここのボタンをオフにしとくと電気自体はつかないと。でこの主電源をオンにしとくとこっちのスイッチで電気がオンオフできるという感じ。もう単純にこれだけ。これはですね多分その防水とかを考えてのことだと思います。でねスイッチがね結構、これが電源ボタン、それから光量の上げ下げ、色の切り替えで、物理ボタンになってないんですよね。なんかタッチみたいな感じになってるので、指をねちょっと触れとくとはいつきます。まあまあ明るいんですけど、ここからねもうどん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 上げていくこともできるし、ここからねどん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 下げていくこともできます。どんどん下げると結構暗くなってきて、最終的にはですね何もつかなくなります。で何もつかなくなると表側にこのねランプが、赤色のランプがつくと思うんですけど、これが電池の残量を確認することができます。で色温度を変えるのはここのボタンをポチッと押します。ポチッと押すとちょっと白っぽい感じ、これが多分中間色ですね。でこれ黄色っぽいのと、で白っぽいのと、はい、こんな感じで切り替えることができます。で僕がよく使うのはテントのポールにランタンポールをこうつけて、そこにねこうかけるんですけど、このままだとシューってこうなったりとかこっちになったりとかするじゃないですか。その時のためにこのフックが必要なんですよ。これをねこの取っ手の部分にこう引っ掛けて、でこれで吊り下げると、そうすると安定して下に向いてくれるので、光をうまいことね拡散してくれることができます。これはすごいありがたいものですね。でちなみにこいつの重さなんですけど 420g、 まあまあ重たいんですけど、タフだからまあ壊れにくいからね、そこはまあ結構いいかなっていうところと、僕はちょっとだけ気になったなと思ったのが、こうやって持って歩いたりとかしてる時に物理ボタンじゃないから、触れるだけでね電気がついたりとかするんですよ。だからこう持って歩いてた時にポチッとこう勝手に当たっちゃってね、勝手につくみたいな、こういうこともあるから、まあ据え置きで使う分にはすごくいいけど、手持ちで使う分にはちょっと誤操作する時もあるよという感じ。まあそれ以外は全然気になることもないし、むしろいい方が多いので、すごく使いやすいランタンなのかなと思います。ではですね、壁暗くしてどんぐらいの光の広がり方なのか見てもらおうかなと思います。今朝だから外が明るいんですけど、いくらかは広がり方わかると思うので、ちょっと確認してみましょう。これが黄色のカラーです。どんな感じで広がってますかね。ここら辺がふわっとこう広がってる感じで、まあ前に前に行く感じですね。はい、これが白っぽい色です。はい、これが中間色で、これが黄色っぽい感じ。結構明るいんですよね。テント内で上から照らしてあげるとだいぶ明るくなるから、これほんと一つでいいかなっていうところ。あとバッテリー持ちが相当いいので、キャンプ2回分ぐらいはいけますね。ね、若ちゃん、そうでしょう。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。本日はですねこちらアウトドア用の LED ランタンプロメテウス2のご紹介でございました。商品の URL などは下の説明文に貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。